練馬区議会議員の佐藤力です佐藤力チャンネルをご覧いただきありがとうございますタイムリーなネタを分かりやすくお伝えしていきます今回はまあ、前回に引き続きまして決算特別委員会における今回は障害者施策関連の質疑について解説していきたいと思います9月28日から10月9日にかけて、まあ、昨年度の決算について集中審議しました 前回の動画で決算特別委員会とは何か、そしてそこで行った教育についての質疑について解説いたしました。ご覧いただいていない方はぜひそちらもご覧いただければと思います。今回は同じく決算特別委員会で行いました障害者施策に関する質疑について解説していきたいと思います。まず前提となるお話として、 練馬区障害者計画というものがあります練馬区の障害者政策はこの練馬区障害者計画に基づいて実施されていますこの計画については動画説明欄に URL を掲載してありますので、まあ、詳しくお知りたい方はぜひそちらをご覧いただければと思いますでは今回も まあ委員会質疑のように一問一答形式で議論のやり取り取を解説していきます練馬区障害者計画には基本理念として障害のある方の一人一人の人権を尊重しどんなに障害が重くとも地域の中で自分らしい自立した生活ができる共生社会を目指しますと明記されていますがこの「自分らしい自立した生活」とはどのような生活でしょうか 障害のある方が自らまたは支援を受けながら意思を表明することで、就労による自立や日常生活の自立だけでなく、それぞれの障害特性に応じた生き方を実現することを表しています。施設入所者の方は移動支援を利用することはできません。夏休みなど規制する際、移動支援ができ利用できるよう柔軟に対応することができないのでしょうか。 生活実態などに応じて移動支援を認めることは考えられますサービス給付費の二重払いにならないよう事業者間の調整も必要となりますのでその対応も含めて検討していきます障害者の方が一人暮らしをするにあたってどのような支援があるのでしょうか住居を確保するための支援がありますまた一般のアパートなどに住んでいる方には居宅介護サービスなどの提供があり 一人暮らし経験がなくて不安な方にはグループホームでの体験などがあります。グループホームでの体験と実際に住居を確保して一人暮らしするところの間の部分の支援も必要だと思います。ぜひ一人暮らし体験についての支援も要望します。ヘルパー不足の課題もあります。練馬区障害福祉人材育成研修センターで講習会や就職面接会が行われていますが、 参加人数は横ばいとなっています参加者を増やす取り組みが必要だと思いますが今後の取り組みについて教えてください研修についてはオンラインを活用した動画研修や事業所の近くで行う出張型の研修を実施するなど事業者の職員が受講しやすい環境を整えていきますまた就職面接会については区内各地域での開催やオンラインによる開催などを より参加しやすい方策を検討していきます地域生活支援事業では大学への通学や授業中の介助には使うことはできませんそのため国は平成30年度に重度訪問介護利用者を対象に大学などの就学支援事業を作りましたしかしその事業は実施主体である市町村が仕組みを作らない限り利用できません ぜひ練馬区においても制度化を要望します障害福祉サービス事業者と大学等との間でサービス提供に関する調整が必要なためその対応も含めて検討を進めていきます就労継続支援 B 型事業所の月の平均賃金は練馬区は1万2千円となっており国や東京都の平均と比べ4千円も低い状況にあります自立した生活に向けては 平均賃金の向上が必要だと思いますが、どのような取り組みをしていますでしょうか。受注作業の拡大や、自主生産品の販路拡大などの支援や、新たな受注を受けるための投資や、販路拡大のための投資などに対する助成を行っています。販路拡大だけでなく、自主生産品の質の向上を図り、単価を上げる取り組みも必要だと思います。 障害者の方が自分らしい自立した生活ができるよう働きたいという方が働け稼げる環境の整備をお願いいたしますといったやり取りを行いました。来週から第四回の議会が開催されます。その時私は一般質問を行います。このまあ一般質問とはまあこのような形で議場の真ん中に立ち持ち時間四十五分間をかけて 練馬区と質疑を行います決算特別委員会と異なり一問一答形式ではありませんが答弁する方は区長や副区長、教育長、部長級となっています委員会は基本的には課長級が答弁するためまあ、格式であったり重みがまあ異なり、まあ、緊張する場でもありますまあ、前回と今回解説しました教育や障害施策についても質疑する予定です まあ、臆することなく課題をしっかりと指摘しまあ、皆様のサービスの向上につなげてまいりますまた一般質問の内容については後日解説していきたいと思います今回の説明は以上となります今回の動画を見てためになった面白かったと思った方はぜひグッド評価そしてチャンネル登録をお願いいたしますまたコメントもぜひぜひお願いします コメントには全て目を通させていただき、今後の政策提言や動画制作に役立っていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。